清水建設は1804年創業の総合建設を請け負っている会社です。今回の現場はですね、非常に炭鉱機の工期を求められていますので、通常の現場よりですね、スピードですとか効率が非常に求められる現場です。建設現場で使用する図面は H サイズでプリントすることが多く、それまでのプリンターでは時間がかかっていました。さらにチェックを入れた図面を A3 に分割してスキャンしていました。それをメールで多くの関係者に送らなくてはいけないので、とても苦労していました。プリントスピードが飛躍的に向上しました。スピードが上がっているだけではなく、 H サイズを横でプリントすることができるので、図面の長さが短くなっているのも大きいです。図面は細かい線を正確に再現しないといけないのですが、 HP デザインジェットは細かい線をきれいに出すことができ、とても見やすいです。 A1 の図面をそのままスキャンすることができるので、今までみたいに A3 に分割してスキャンしなくてもいいので、とても助かっています。現場でプリントした施工図をもとに打ち合わせを行う際、手書きで書き込んだものが取り込みできるので、図面の修正にかかる時間も格段に早くなりました。情報の電子化にも役立っています。複合機になったことで、この1台で済み、スペースが限られている建設事務所でも導入しやすいと思います。現場事務所は通路が狭かったり、足場が悪いことや粉塵が舞うことも多いので、建設の現場にはぴったりだと思います。今後はプリンターのクラウド機能を活用して、もっと効率を上げていきたいと思います。